ウィッス、今日は海流を使っていきます。今まで猛威を振るっていた海流が落ち着いたように見えるのですが、やっぱり海流って最強なんですよね。相手からしたら型が多すぎて対策できないんですよね。鉢巻き型や龍眉型、炎を無ずにアンコール、ゴツゴツメットにドラゴンテールと多すぎるんですよね。あと普通に六択族なのにマルチスケールはやばいですね。なので海流を使わないことが何かの縛りプレイかなとも思っちゃうんですよね。なんか今までどこぞの六択族がなぜか主人公とか言われていましたけど、今作は海流が主人公で間違いないですね。さて海流の強さを伝えたところで対戦に戻りますけど、この相手さんのパーティーを見るとフェアリーもゴーストも鋼もいないので、海流が神速と激リング打ちまくれますね。マリルイも通り良さそうなので、最初はマリルイにして、ラッシャ対策に鉄の包みも入れて、そしてラストに海流にします。こんなこと言ったらいけないかもしれないんですけど、対戦相手の方ちょっと海流のこと舐めてますよね。さすがに羽ばたく神とかアーマーガーとかサーフ号あたりは入れておいた方が良いと思うんですよ。あらかじめ言っておくんですけど、これは海流が無双すると思います。それでは対戦の方よろしくお願いいたします。さておっさんがビール飲みながらダラダラとポケモン対戦をするんですけど、今日飲むビールがセゾン1858っていうベルギーのビールで、あ、美味しいですね。さあ、お相手さんの最初のポケモンは EU で、まあ、ケラスタルされなければ対面上は有利ですよね。アクアクレイクが効果抜群で入るのですが、おそらく引いてくると思いますので、裏のポケモンに通りの良いじゃれつくを打っていきます。お相手さんはおそらくヘイラッシャーに引いてくると思うのですが、どうだろう。まあ、ヘイラッシャーに引かれても、こちら身代わりをして悪手をかわして、うまいこと鉄の積みに引けないかなと考えているところですね。けど思ってたら鉄の包みが出てきましたね。おそらくヘイラッシャーいないですね。これは海流の通りがめちゃめちゃ良いですね。鉄の包みのフリーズドライは、マリルリはこだわりメガネじゃなければ耐えるので、ここは、居座ってもう一度チャレ作る打ちましょう。まあ、こだわりメガネだったとしても、うちのハチマキノーマルテラスタル海流の誰よりも早い神速で倒せるので大丈夫ですね。って言ってたらこだわりメガネでしたね。うちが誇る最強の海流にさばいてもらいましょう。何回も言いますけど、この海流は刺さりすぎていて本当に止まらないです。お相手さんの中でもしかしたら勝てそうなんじゃないかという淡い期待がもしあったら速攻潰しに行きましょう。さて、海流出陣です。あ、レッツゴーレッツゴー海流。いや、最高に美味しいですね。まあ、ここの鉄の包みは突破できるとして、相手のラスト1体ですよね。大体勝てますけど、ヘイラス社がいないとなると、ビンリュウがラストっぽいですよね。今まで出てきたのがどちらかというとアタッカー寄りなので、最後は耐久寄りのポケモンだと思うんですよ。ということで次に出てくるポケモンなんですけど、ここでイエイは来ないと思うんですよ。って言ったら出てきましたね。まあ、確かに相手メッセンだとハチマキかどうかわからないですが、それでも、EU では対面海流に勝てないです。何か予測不能な作戦がないと決めつけるのも失礼な話ですが、それもないと思うんですよね。ここで EU のゴーストタイプのテラスタルは、確かに弱点の格闘を無効にするので、意味のないことではないのですが、使い方が限定的で無視して大丈夫だと思います。なので、ここの海流の神速は、通って無不利の EU だと確定一発で落ちるので、まあ、相手の EU は何もできずに終わるって考えるのが妥当じゃないですかね。やっぱり海流って最強なんですよね。まあ、ここの EU は突破できるとして、海流が突破される世界線を考えてみたんですけど、やっぱり想像できないんですよね。どう考えても全てのポケモンを突破する海流の意識を浮かばないんですよね。こう考えているのは僕だけなんですかね。今見ていただいている人も、同じようにこの海流が突破する世界線しか見えないと思うんですよね。逆にこの海流を突破してくれるポケモンを現れてほしいくらいですよ。ほんと海流は、複数のポケモンでマークしないといけないんですが、今回のようなノーマークだと蹂躙してしまいますね。話していたら、相手のポケモンを倒していましたね。おそらく有効急所ではないと思うのですが、まあ良かったですね。ラスト1体はディンリュウだと思うのですが、マルチスケールも削れてないし、弱点もつくことはできないと思うので、海流で勝てますね。ひろゆきちょっと海流信者すぎるだろうって思われているかもしれないですが、皆さんが今作の対戦で倒された一番のポケモンって海流だと思うんですよ。それくらいこのテラスタルの環境と海流って噛み合っていて、海流の歴史上一番輝いている時で、逆にどこぞの悪という今のポケモンは一番輝いていない時だと思うんですよね。反則技は打ってこずに自信打ってきましたね。相手の残り体力的には神速をあと2発打てば倒せそうですね。回復の手段はないですし、改めて海流の凄さが出た試合になりますね。ボイヒルヒ海流がこのように刺さる試合ばっかじゃねえぞって思われているかもしれないですが、それはその通りです。なんですけど、この一体がいるだけで勝てる試合にできるという心の余裕がプレイヤーに与えられるのは僕だけではないと思うんですよね。お相手さんはステルスロック巻いてきたんですけど、これはほぼ意味ないですね。正直地割れ打たれる方が嫌でした。今思い出しましたけど、地割れという技はダメですね。今作のポケモンに対して思うんですけど、一撃必殺技を与えすぎなんですよね。リンルやドドゲザンにヘイラッシャーに顔をしやんといて、
一撃必殺環境がここまで溢れたのって過去にないしあんま良くないと個人的には思うんですよね。で話してたら吹き飛ばさんって言ったんですが、話を戻すんですけど、ヘイラッシャーというポケモン、あのポケモンはクソです。キモいくらいの耐久であくびして守るして地割りしてくるのですが、あのクソナマズはランクマッチから出禁にした方がいいのためだと思うんですよね。天然という特性とあのムカつく顔も腹立たしいですよね。体長12メートルあるのに体重が220キロと小錦さんとかあけぼのさんくらいしかないのが意味わかんないんですよね。って言ってたらお相手さん交差しましたね。はい、ありがとうございます。